さ、その公式だけ覚えるみたいな勉強を今してんじゃん。それってどうなの？いや、俺、まあ、悪くは言わないんだけど、まあでも微妙だと思うんだよね。やっぱりさ、本質的なところ、そういうのもきっちり、ね、勉強しないと、後にも残んないじゃん。記憶にも残んないし。だからね、だから最近伸びないんじゃない？そうそうそう。まあ、やっぱり俺みたいにちゃんとやった方がいいと思うんだよね。どうも、はい、いちです。公式だけを覚える勉強。まあ、言ってしまえば入試とか、その定期テストのため、それを解く、問題が解けるようになるための勉強っていう部分ですよね。まあ、それがいいのか悪いのか。ちゃんと数学の公式とかがあった時に、それがなんでこれを使えるのか、どうやって導かれるのか、みたいな。そういう部分もきっちり勉強した方がいいのかっていう。それについてちょっとね、今回考えていこうかと思います。まず結論から言っちゃうとね、自分は別にどっちでもいいんじゃないのって思っちゃってる人間なんですよ。なんでかっていうと、自分の勉強動画、まあ、見ていただいてると分かるんですが、そういうなんでそうなるのっていう概念の部分とか、そのまあ詳しい部分ですよね、がほぼほぼないんですよ。そぎ落としちゃってるんですね。しないようにしてるんです、自分は。で、もともと塾講師をやってた時に、そのたまたまなんですけど、すごく勉強苦手な子が担当に多かったんです。偏差値50超えてる方が珍しいっていうぐらい、本当にそういう生徒層だったの。だから、その勉強自体にまずもう興味が全くないんですよ。勉強やりたくないんです。みんなやりたくないって思ってる子が多いと思うんですけど、ある程度勉強ができる子のやりたくないと、本当に勉強ができない子のやりたくないって違うんですよ、種類が。で、その勉強がね、本当できない子たちのやりたくないなんで、興味なんてみじんもないんです。でも親に言われるとか、受験も近づいてきたしとか、しょうがないと、環境がやらざるを得ないから仕方なくやってんだけどね、みたいな子たちをすごく見てたんですね。で、自分はそういう子たちを見ていくときに、結構まあ数学が専門なので、語りたくなるところってあるんですよ。やっぱりこう詳しい知識があると言いたくなるところってあるんですけど、でもそれを言ったところで面白くないんです、その子からしても。でね、話がビューンって逸れるんですけど、ちょっとボーリングの話をします。ボーリング、やったことない方もね、いるかもしれないんですが、おそらく知ってはいると思うんです、ボーリングをね。で、ボーリングって、まあ、10個のピンが立ててあって、ボールをゴロゴロって投げて倒す。まあ、そういうゲーム、スポーツなんですけど、一番先頭のピン、ありますよね。こう、ちょっと三角形型にこう、こういう風に並んで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って並んでて、こっちからボールを投げるんですけど、一番ピン、一番手前です。一番ピンのところのど真ん中にボールを当てに行くっていうイメージがある人がいるんですけど、実はこれダメなんですよ、ボーリングで。一番ピンのど真ん中から当てちゃうとですね、ピンが割れるって言って、割れるってあれポキって割れるんじゃないよ。スプリットって言って、右端と左端が残っちゃうみたいな。だから2投目でスペア、全部倒すことができないっていう、そういう状態にすぐなっちゃうんですね。全部1回で倒すことをストライクって言うんですが、そのストライクが取れるポイントっていうのは、例えば右利きで投げる場合は、1番ピンとその1個右前、みんなちょっと前、カメラに逆になってるかもしれないけど、この部分の間にちょっと厚みを開けて入れるんです。しかもカーブボールの方が、スピンをかけてる方が、ピンアクションって言って、弾いた時のピンで全部倒れやすいっていうのが決まってるんですよ。その時の入射角度がこのぐらいの角度で入るとストライクが取りやすいって、実は決まってるんですね、これ。実際、そのボーリング場にボールって置いてあるじゃないですか。あれ、ボーリング場のボール、ハウスボールって言うんですけど、ハウスボールって、あれ、スピンが、あと、ボールが曲がりにくくできてるんです。あれ、もともとすげえ、なんか熱弁してるけどね。ボーリングの球が曲がる原理っていうのは、ボーリングの球の中にある重りが入ってるんです。で、重りの形がいろんな形があるの。なんか、ね、前方後円墳みたいな、古墳の形みたいなのもあったりするんだけど、その重りのバランスを変えることによって曲がりやすさを調節するんですね。でも、ハウスボール、ボーリング場にあるボールっていうのは、極力曲がらないようなバランスになってる。なぜかっていうと、男性の場合、スピードが出てビューンって投げれるので、あまり曲がらないで済むんですが、やっぱり女性とか子供っていうのはスピードが出せないので曲がっちゃうんですよ、その重りを変えてしまうと。で、曲がっちゃうとガタ、その横のね、溝のところに落ちちゃうので、そうならないようにまっすぐ投げやすいように、ハウスボールはまっすぐ投げれるような重りバランスになってるんです。だから、本当はカーブボールで投げた方がストライクが取りやすいんですよ。だから、プロの方あんま見ることないかもしれないんですけど、プロの試合って、ほぼほぼカーブボールを投げます。1投目は。
で、スペアを取るときは、わざと直線で投げなきゃいけないときも出てくるので、特に右端とかね、右奥を取るときとかって、右利きの人は左から斜めに投げるので、あとスピンボールだと、カーブをかけちゃうと取りにくいんですよ。だから、わざとストレートボールを投げれるように、いろんなボールを持ってったりするんですね。でも、ハウスボールでみんなが遊びに行くときっていうのは、カーブボールを投げづらいので、だから、まあ、直線でまっすぐ投げるよりも、ちょっと右に立って、右斜めから入れる。まあ、斜めすぎてもいけないんだけど、こういう角度で投げると、ストライクが取りやすいとか、実は決まってたりするんです。で、そろそろね、見ていただいてる方がね、そう置いてけぼりでね、もうそろそろブラウザバックしたろうかって思ってると思うんですけど、なんでこの話をしたかっていうと、今ボーリング2で熱弁をしました。これは実は自分がボーリングがもともと好きで、すごくいろんなこと調べたことがあってね、今話したんですけど、それを聞いて、ふーん、そうなんだって思った方もいれば、もうさっさとやめろよその話って思った方もいたと思うし、え、面白そうみたいな、ちょっともうちょっと調べてみようかなって思った方もいるかもしれない。分かれますよね。で、これは今一般常識でもねえか。でも、ボーリングっていうスポーツの話で話しましたけど、勉強においても全く同じだと思うんです。まず興味がないとその先進まないんですよ。ボーリングってものに全く興味がなくて、まあ今俺の喋り方の問題もあるかもしれないけど、今の話を聞いて興味がみじんもわからなかったら、どんなに詳しい話をされてもつまんねえよで終わっちゃうんですよね。で、勉強においてはすごくそれが顕著に現れると思っていて、だから自分はそぎ落とした動画を撮ってる。それなんでかっていうと、勉強が苦手な子、やりたくない子たちにとっては、まず覚えたものを使ってできるようになったって、勉強して嫌だったけど勉強して良かったっていう経験が先にないと興味なんて湧かないと思ってるんですよ。で、それができるようになって、あ、自分勉強したら伸びるんだ、得点が伸びるんだ、あ、伸びると先生に褒められたりとか親に褒められたりとか、なんか買ってもらいたいとか、いいこともあるんだっていう、そういう成功体験、ちっちゃな成功体験を積み重ねていくと、勉強に対してポジティブに考えが出てくる。そうすると、自分の興味のある話題と議題と話題というかね、その分野が出てきて、自分だったら数学ですけど、それが出てきて、あ、もっと知りたいって思ったりするわけです。ちょっと光で飛んで見にくいですけど、これ呼び乗りの匠くんのね、この間出版した本なんですね。自分買わせてもらって、この本、難しい数式は全くわかりませんが、微分積分を教えてくださいっていう。微分積分っていうのは高校生の数学で、ね、すごい習う分野で、まあ基本的にまあ難しい分野なんですよ。難しい分野なんですけど、非常に人気がある分野なんですね。自分大好きなんです、微積大好きなんですけど、で、これを中学生でも分かる内容で書いたのが彼の本なんです。で、読ませてもらって非常にいい本です、この本は。で、もし興味があれば、中学生が読んでいただいてもためになるよ。これ本当にいい本だから、ぜひ興味ある方は読んでみてください。で、なんでね、今この本を紹介させてもらったかっていうと、これを全く興味がない子、数学に対して嫌な気持ちしか持ってない子が見たとしても、絶対何も思わないんです。でも、ある程度数学に対してポジティブな考えを持ったりとか、興味があってもっと詳しいことを知りたいなって思ってる子にとってはプラスなんです、これに関しては。冒頭の質問に戻るとね、どっちが正しいなんてことはないと思ってる。別に今自分が公式を覚えてこう解くためだけの勉強になってるかもしれない。もしかしたら、そうね、最初にねちゃちゃ入れてきた、そう、あなたにとってみたらこの勉強はダメな勉強って見えるかもしれないけど、でも嫌なこと、興味がないことに対して真摯に向き合って自分の知識を増やしていこうと、得点を上げていこうって努力するっていうのは、もしかしたら全部の試験とか入試が終わった後、その知識は何も役に立たないかもしれない、何も残ってないかもしれない。でも興味がなかったことに対して努力をしたっていうことに関しては価値があるんだよね。だから全ての人を一つの枠にはめる必要なんてさらさらないわけ。一番自分の中で問題だと思ってるのは、今自分がやってる勉強法ってこれで本当にいいのかなって思いすぎちゃうことにある。今やってる勉強がいいのかなって、それをもっと良くしていかなきゃいけない、アップグレードしていかなきゃいけないんじゃないのっていう視点はすごく大事です。それをね、やっていくことによって自分だけの勉強法が気づき上げていける。それは間違いないんだけど、でも、ああ、本当にいいのかな、ダメなんじゃないかな、だって あいつなんかあんなこと言ってたもんな、やっぱり俺の勉強ってダメなのかな、私の勉強ってダメなんだろうなって思っちゃうと、自分が今やってることに対してダメなんだろうなって思い込みがある状態で勉強する、仕事するってものすごく効率が下がります。脳に残らなくなっちゃう。だからそうなることが一番懸念するとこなのね。で、そうなってしまうと非常にもったいないので、今自分がやってることに対して信じきれっていうのは難しいかもしれない。でもいろんな人がいろんな意見を言ってくるかもしれないけど、ぜひ今自分がやってるね勉強を信じて突き進んでもらえたらと思います。そして、たくみくんのねこの本めちゃくちゃ売れてるらしいですけどね、この本と、あと私の本もね、ぜひよかったらチェックしてみてください。